こんにちは。京成のスタンプラリーの動画前編ご覧いただきましたでしょうか。あと3駅というところで前半が終了いたしましたので、本日は残り3駅後半、押していきたいと思います。ご覧ください、どうぞ。京成幕張から、新京成の8800型に乗って県民川に到着。ケミ川着きました。セミが元気に鳴いてますよ。じゃあちょっと押してね。次また京成の車両なんで、まあ多分3000だと思いますけど、押しまして3300型ファイヤーオレンジのやつ。船橋からちょっとずつ車両が現代の方に来てるんですね。多分千葉中央のやつが3000型とかなんじゃないですかね。京成といえばこれですよね。制限速度なのかな、制限速度とちょっと違うのか分かんないですけど、駅の端についてるやつね。千葉線って特急来ないので特急のやつがあるんですよね。なんでだか知らないけど、高砂とか行くと快速とか特急とか快速特急とか、あとアクセス特急もあるかとか、スカイライナーとかまあいろいろあるんですけど、ここは結構ちっちゃいやつ、普通と特急しか乗ってないので。前ねスカイライナーがね団体臨時で確かここら辺走ったんですよね。その時に使ったのか分かんないですけど。次が稲毛ですね。あと2つか、稲毛と千葉中央。今と駅名が違うんだよね。今来たのはこれ今度の上りですけども、下りに乗って次が京成稲毛かな、あと2駅でございます。3000型っていうのは多いんですよね。これの6両編成はもう大量に走ってますから、もう毎度おなじみのお顔という感じでございましょうか。そして私が乗るのも3000型が来ました。はい、3500型のね6両とかもね乗れたらいいなと思ったんですけど、多分今回は一度も乗ってないんじゃないかな。はい、皆さん行くときはぜひ3500なんていうのを狙ってみたらいいんじゃないでしょうか。稲毛はこれ3600型のリバイバル。そう、3600ね、色をね変えたんですよね、最近というか、まあ、少し前というか、それのスタンプでした。はい、稲毛をしてきました。3600のリバイバルでしたね。3300、3600と来て、ね、次が3000か、3500かなと思ったら3600でしたね。次で最後か、新京成の車が次は来るので、それ千葉中央行きなんで終点まで乗って、で千葉中央で押したら8駅制覇ということで終わりですね。最後千原台まで行こうかなと思ってますので、そっちの様子も見ていただけたらなと思います。僕千原台は行ったことないので初めてなんですけど、せっかくだしね行ってみようかなと。さあ、来ました。さっき京成の車両だったのが今度は新京成とね交互に来るわけですけれども、また8800、最後千葉中央終点まで行きたいと思います。反対からね3700の6連のね普通電車が来まして、さっき僕がこれ好きで2本しかないっていう話しましたけど、1本行ってもう1本見ましたから、今日これ2本とも見られたということでとても嬉しかったですね。これ緑台の駅ですね。改修工事してたのかな、なんか柵がついてましたけれども、というわけで、千葉中央まであと3駅ぐらいでしょうか。千葉中央に着きました。これは終点ですね。ここでね新京成の車両は千葉中央までしか来ませんから、でこの後ねこの先でね引き上げてで折り返すんですけど、まあそのとこ取りたいんですけどね、10分後に千原台来ちゃうんで、その前にスタンプ押したいんですよ。これより先千原台方面って20分に1本しかないから、1本逃すとちょっと時間のロスが大きいんですよね。だから乗り遅れのないようにしたいんです。ここで今分岐、あそこで曲がって、あそこで一旦停止して折り返してまた松戸に帰るという流れです。全然時間ありましたね。まだ松戸行きがあそこに止まったまま、多分これから折り返すんだと思うんですけど、やっぱり最後3000型でしたね。はい、ちょっと最後綺麗に押せなかったからちょっとあれでしたけど、まあいいんじゃないですか。これもまあスタンプラリーのねうまく押せるか押せないかっていうのもまあ一個の楽しみということで千葉中央に来るとこの種別のやつ普通しかないんですね、特急はないんだね。これで千原台に行ったら千葉線と千原線はもう完了ということになりますね。ここのマンション住んでる人は分岐器の音聞き放題じゃないですか、幸せだな。8駅一応ねこれで全部押せたんですけど、あとは千原台に行って終了ということでよろしいでしょうかね。はい、千葉中央で押して、もう一駅、千原台までせっかくなんで行ってみようっていうことなんですけれども、ここの区間単線なんですよ。高架は副線で対応しておりまして、あともう一本線路を敷ける用地は確保されているというような状況です。こういうの見てるとワクワクしますよね。副線になったらどうなるんだろうとか、むき出しのコンクリートとか見ると結構僕が楽しいなと思います。これ駅ですけれども高架の駅だったと思うんですけど、ちゃんと副線で対応して作られてて、だから黄色い点字ブロックとか貼ってないわけですよ。こういうの見るとなかなかねなんかワクワクしますよね。千原台まであと一駅というところでしょうか。ここもずっと伏線用の道は確保
されているというような状況でございます。これで見えてきたのが千原台の駅だと思います。京成の一番南の端っこになるのかな。千原台は僕来たの初めてかな。学園前は確か行ったことあったと思うんですけど、千原台は僕人生で多分初めてなので、初上陸ということでございましょうか。千原台に着きました。一応京成はまあここで終わりなんですけど、まあなんでここに来たかったかっていう、まあ一個の理由がまあこの先なんですよ。この先にね、一応あの小湊鉄道の天有駅っていう駅だったと思うんですけど、まであの延伸する計画がねあったんですけど、まあ多分今は多分凍結かなんかされてると思うんですけど、一応この先にもね、あの線路は伸びてて、もうちょっと先に行く計画があったっていう話をね、まあしようと思ってきたんですけど、ニュータウンなんだよねここら辺が確か。であのさっきあのお湯見野の駅のところ見てもらったと思うんですけど、一応あの伏線で作れるような日本分の用地は確保されてて、駅のホームも伏線対応で作ってあるんですけど、まあ千葉中央より先は一応単線で今は運用しているということになっております。この先もしね伸びてくれたら、まあ鉄オタ的には嬉しいですけど。というわけであの千原台、私初訪問でしたけれども、楽しかったですね。京成線の、船橋千葉間の開業100周年ということでおめでとうございました。8駅すべて押させていただきまして、最後千原台駅も訪問ということで、楽しい旅になりました。ありがとうございました。すみません、動画閉めますって言ったけど全然あの嘘です。こっちも撮ります。結構立派な駅舎ですよね。住宅街ですね周りはね。湯にも千原台っていうプチ商業施設が近くにあるらしいですけど、ニュータウンな感じの街並み僕すごい好きなんで、好みですね。いい感じに楽しんでいただけましたでしょうか。ぜひ皆さんもね、あの京成電鉄乗っていただいて、千原台とかも来ていただいて楽しんでいただけたらなと思います。ありがとうございました。さよなら。